の？年齢も性格も住んでいる場所も違う3人。そんな彼女たちを引き合わせたのは、これって魔法玉。ドレミ、見てたんですか？子供の頃絶対魔法で空が飛べると思ってたんで。運命かもね、私たちが出会ったの。ドレミちゃんが引き合わせてくれたんですよ。それならマジカルステージですね。この出会いが教えてくれた好きでつながる喜び、そして3人に訪れる奇跡。魔女見習いを探して行こう。今なりたい私に向かって。